京都市上京区学問の神菅原道真公を祀る北野天満宮。そのすぐ近くにあるのが2018年にオープンした北野ラボ。店内の壁一面には瓶詰めされたカラフルな商品が並んでいますコンフィチュールフランス語で「 北野ラボはコンフィチュールとシロップの専門店イチゴのコンフィチュールを使ったパフェやシロップを使ったドリンクも販売していますこの北野ラボっていうお店はフルーツの一次加工というものをみんなに知ってもらいたいっていう。 シロップとかコンフィチュールというものを使ったスイーツドリンクをみんなに知ってもらうということですね北のラボの特徴としてはななるだけ素材感を残すすためにいろんな工夫してます今回の主人公はコンフィチュールを作る職人コンフィチェリエの吉水直樹さんコンフィチュールとは。 果物を砂糖や香辛料などと一緒に煮詰めて作る保存食です。調味料のように使え、パンやヨーグルトだけでなく、チーズや生ハム、肉料理とも相性がよく、なんと冷ややっこにも使えます。コンフィチュールの作り方を見せていただきましょう。 今回使うリンゴは半分に切ってみると中まで色がついていますこれはジェネバっていうリンゴですあの青森の農家さんからもらってるんですけれどもカナダ産のリンゴなんです食べると強烈な酸味と渋みがありますで生で食べれるようなものじゃないんですねでこれにちょっと加工することでものすごくリンゴらしくなるんです可愛らしいけどすごく個性のある果物です グラニュー糖を加え加熱していきます一般的に発色を良くしたり味に深みを出したりするためにレモン汁や香辛料を加えますが北のラボでは極力使わないようにしていますジェネバはもうお砂糖だけですフルーツにはそれぞれの酸の特徴っていうのがあるんでそれをなるだけ生かして本来の味に近づけるっていう さらに吉水さんはメイラード反応を起こさせないよう加熱時間を短くしていますコンフィチュールジャムを作る時コトコト煮込むっていうイメージありますよねお砂糖の煮詰まった味というか加熱臭みたいなものがついちゃうんで、えー、なるだけ短時間にサッと仕上げます普通は20分から30分かけて煮詰めますが 北のラボでは10分ほどししか加熱しません。リンゴの持つ酸味と渋みを極力生かしグラニュー糖だけを合わせて短時間煮る吉水さんのコンフィチュールは至ってシンプルです北のラボでは いちごや柑橘類といった定番から、ハスカップやドラゴンフルーツなど、常時四十種類ほどのコンフィチュールとシロップがお店に並びます。コンフィチェリエであり、パティシエでもある吉水さん。もともと地元の岡山で洋菓子店を経営していましたが、果物に魅入られ、果物の力を生かせるコンフィチュールに特化したお店を作ったのです。 今その品種改良されてるフルーツっていうのはすごく美味しいんですもうそのもの自体がスイーツになっちゃってるんですよそれをまた次に加工してムースとかゼリーとかにしようと思うと難しいんですねなので原種原種といってもちょっと前のその4,50年前あったようなフルーツそういったものを使うっていう吉水さんは 全国の農園を回りコンフィチュールに適した果物を探しています鹿児島県で見つけたのがガラリという台湾が原産のスモモ甘酸っぱい香りと強い酸味が特徴で加工品に向いている品種ですその土地にあるものっていうのはやっぱり行ってみないと分かんないですね。 あの出荷されていないというかもうやっと道の駅に少し出るぐらいのフルーツっていうのが結構ありますんで同じスモモでも全部場所によって少しずつ違ってるっていうそういったものがやっぱり一番面白いし大事なんじゃないかなと思ってます。それでで加工しししたたももものががうういいいかったらもう高度にしますよね品種改良が進んでいない 果物の持つ野生的な力。吉水さんは京都ならではのコンフィチュール作りにも取り組んでいます京都・上京区でコンフィチュールのお店を経営する吉水直樹さん北のラボには企業や農家から コラボレーションの企画が数多く持ち込まれ例えば宇治茶の名産地和塚町の抹茶やほうじ茶を使ったコンフィチュールも作りました2019年にはなんと和菓子からコンフィチュールを作りました これね、八橋のコンフィチュールです。京都の老舗の和菓子屋さんとコラボして作った商品です。京都を代表する名家、八橋。材料に使われる日家の鮮烈な香りと風味が特徴です。北のラボに依頼したのが、山品で八橋を製造販売する京栄堂です。 硬い八つ橋は割とお年配の方がお好きですし、えー、逆に若い方は柔らかい八つ橋がもう八つ橋であるとなかなか手伸ばしていただけないっていうところで新しい商品を考えておりまして北野ラボさんにご相談したところコンフィチュールができるよっていうところで、あのー、まあ今回の商品開発に至ることになりました。八つ橋のコンフィチュールはまず グラニュー糖を色がつくまで加熱しますそして牛乳生クリーム水飴などを加えて10分ほど煮詰めミルクキャラメルに仕上げます八つ箸は最後の方で入れるのがポイントフルーツと同じように 加熱時間を短くすることで香り風味を壊すことなく生かすためです良水さんの手により八ツ橋が新しい形に生まれ変わりました八ツ橋らしさを出すのに。 こっちでちょっと日経を足したりしたこともあるんです。でも、やはりその1度生地に練り込まれた。あ、日経を潰して使うことで、そのもっとまろやかで八ツ橋らしい。コミシュールができたと思ってます。はい、まず蓋を開けるとま八ツ橋の香りがふわっと広がる。そして八ツ橋の形が残ってるっていうところで。 あの非常にびっくりして、まあ、お味の方もしっかりした上品なお味で目にされる方も恐る恐るって言ったらおかしいですけど一つまあ手に取って召し上がるでおいしかったんでお友達にっていう形でお土産にされるそういう形であのリピートしていただくことがあの日吉水さんが作っていたのはジェネバのアップルパイです。 コンフィチュール作る前にケーキ屋としてもうずっと長年してたんでやっぱりこうやってアップルパイですけどこういったものを使ってお菓子を作るというのが一番の嬉しさの部分ですね楽しみですいやめちゃ美味しそうですけど <laughs> 最高の仕上がりです <laughs> コンフィチュリエでありパティシエである吉水直樹さん 品種改良されていない果物の力を信じあっと驚く最高のスイーツを作りたいいろんな夢をコンフィチュールと共に瓶の中に詰め込んでいます